ニューシティの議員からの指名です。局長より職位の高い方なので、止めようにも止められませんでした。また、コンビクト MBCC-S014 はエリートコンビクトに属していますので、収容を一時的に中止する権利を有しています。誘われたからオッケーって言っただけだよ。別にキャンセルってわけじゃないんでしょ？新作がないから公開しないだけさ。どうしてってまだ撮ってないからかな。みんなが好きならそれで十分だよ。王様って普通は最高指導者や一国の君主を指す言葉だからね。どうぞ。ああ、急がないで、順番に。できるだけ答えるからさ。高く買ってくれてるもんだね。誰？すいません。実は一つ報告したいことがあって。つまりそのなんていうか、またの機会に。局長、前にもこんなことがなかったっけ？専門用語で言うところのデジャブとかフラッシュバックってところだね。もちろん、私にとって君はいつだって主役さ。
おっと、これは重要なシーンの始まりかな。君の質問にはちゃんと答えるよ。さっきのはつまらないやつばっかりだから、適当にあしらってただけさ。君なんじゃないの？冗談だよ冗談。 MBCC から私を連れ出した人のことでしょ。あいつはね、昔からの知り合いさ。知ってるよ。顔さえ出せばあとは好きにしていいって言ったのもあいつだ。はいはい、わかったわかった。おとなしく出席するから心配しなくていいよ。うん、多分そういうことだね。だいぶ前からこんなことに興味はなくなったんだけどさ、これで生計を立ててる人も多いし、私にも損なんてないからね。別に行くくらい構わないさ。やっぱり君一味違うね。なんでわかったの？ここは？まさか局長への挨拶なしに MBCC を出たら、ブラック工場に放り込まれて肉体労働を強いられる羽目になるなんて。はいはい、ここまで。これ以上はさすがにきついや。で、ここに連れてきたのは何の用？ずいぶんとまあ熱心に調べたみたいだね。あらら、改まって読まれると結構恥ずかしいね。君がどこまでたどれるかを試してみたかっただけだよ。想像以上の結果を出してくれたみたいだけどね。さすがは MBCC の局長、大したもんだよ。
その通りだけどさ、私に何ができたっていうの？映画撮影にはお金がかかるんだ。あの映画にも大勢のスポンサーがついているんだよ。私だって自分の映画で自分の考えていることを世界中に見せつけたい思いはあるけどね。でもしょうがないんだ。私が作ったバージョンなら選考対象にすらなりやしない。そうなればみんなの努力が水の泡になってしまう。それだけは避けたいんだ。あの映画がディスカーで上映された後、みんながいい作品だのなんだのと褒めちぎって盛り上がっていたよ。私だけが怒りを感じていた。誰かに怒ってたわけじゃない。だって誰も悪くないんだからさ。自分自身に怒ってたのかもしれないね。怒りと自己抑制を繰り返すうちに意識の中で何かが破裂して、そのかけらが無数、いや50体くらいかな。それらが影となって私の脳内で何度も繰り返し演じ始めたのさ。あのダンスパーティーは私の頭の中で何回も再上演され、その度に彼らは死んでいってしまう。ずっと彼らに何かをしてあげたかったんだ。そのためにショート映画を撮ったり、気に入らなかったトーク番組にも出演したりした。でも私の言葉はネオンの中に迷い込んだホタルのように無力だったよ。自分がいくら光を放とうと、所詮人工の光にはかなわない。だからもういいんだよ。そろそろ現実を受け入れる時さ。別に現実を受け入れたところで死ぬわけでもないし、あいつらがいくらお金を稼ごうが大騒ぎをしようが、もう私には関係ない。監督を辞める前に一生働かなくても余裕で暮らせる分のお金は稼いだしね。